高価銀行カードの皆さん、初心者、はい、皆さん、今回の動画では、ラウドの高木さんに対しての話なんですけど、とりあえず、なんかラウドで、高木さんと日本人、参加者全員が、なんかデビュー確定になりましたね。それで本当に、とりあえずおめでとうございます。本当に嬉しかったですよ。皆さんと、私と一緒にライブで見たんじゃないですか。すっごく嬉しかったですね。皆さん、多分、私のライブ見た方々は、もう、伝わったと思いますけど、本当にもう最後に高木さんの名前呼ばれた時めっちゃ嬉しかったですね。そして私が今まで高木さんの話をする時、韓国で高木さんの人気は本当にすごいですよっていう話も言ったんじゃないですか。そして実際に私の友達の秘書さんにも見せた時も、その反応が私の反応で、韓国の反応で、そういう感じでしたね。普通でも一部のコミュニティの反応が違う反応もあるっていうことを今回知りましたね。なぜならなんか私のライブの動画になんか高木さんに対して良くないなんかコメントとかが、そういう話がありましたね。コメントの内容が、それで高木さんに対して良くないコメントとかあるってなりましたね。その時初めて。それでなんかラウドのコミュニティをちょっと調べたんですよ、韓国の。でもこういうオーディションのコミュニティってすっごく極端ですよ。本当にもうラウドだけじゃなくて、例えばもうガルプラのコミュニティでも、もうなんか悪口が溢れてますよ、特定参加者に。例えば自分が好きじゃないと敵みたいな、そういう感じなので、それが一般の反応だとは絶対言えないんですよね。だから高木さんに対して見て、あ、素晴らしいって思うのが普通ですよ、韓国の中でも。だからそこは誤解しないでください。でもこういう反応もあるってことで私も驚きました。どんな反応があるかと言ったら、高木さんがデビュー確定になったのが気に入らないっていう方々もいらっしゃるのを見て驚きましたね。それで理由をなんか見たら、なんか全然論理的じゃないみたいな。そして自分たちが何を分かってそう言うのかみたいな謎が正直にありますね。なぜならどういうかと言ったら、とりあえず身長の話がめちゃくちゃ多かったんですよ。なんか身長がなんか低すぎるみたいな、そういう話があって、なんか例えば韓国の都市ではなんか14歳15歳とかなのに、なんか身長が小さすぎる、なんか低すぎるみたいな話で、チームのバランスとも合わないし、なんかこれから活動になんか都市が若すぎて、なんか活動にもちょっと問題ありそうみたいな感じで、今でもなんか高木はいない方がいいんじゃないみたいな、すごいひどいコメントもあるにはありましたね。そしてなんか高木さんだけじゃなくて、自分が好きな参加者以外の人にはすごいひどいコメントが多かったですよ。だから高木さんだけにこういうコメントを残すことではないですよ。でも高木さんが一番注目されてるからこそ、高木さんに対してのコメントが多いわけですね。それは皆さんわかるんじゃないですか。人気がついたらアンチもつくんですよ。それはまあ、だから高木さんの人気の証明だとも言えますよね。だからなんか、でもこういう身長の話はなんか高木さんだけじゃなくて、例えば JYP のイゲウンさんに対してもなんかある特定の写真を上げながら、イゲウンはなんか身長が170センチもしないのみたいな感じで、なんかだからそれダメじゃないみたいな。韓国ではなんか身長重要じゃないですか。アイドルたちみんな本当に身長高いんじゃないですか。でもなんか、だから高木さんに対して身長以外にはなんかディスることがないから、さすがに実力的にも圧倒するから、さすがに他の理由はないんですよ。ほぼなんか年と身長の話がいっぱいあるんですよ。なんか170になるまで高木はいくらかかるんやろみたいな、もう4年も残ってるみたいな感じで、ちょっとふざけてるコメントも結構ありましたね。でもそこに対して反対は、なんかさすがなんか高木がワンタップだよねみたいな、実力的にワントップだよねみたいな、そして素晴らしいとか、高木がいるからこそ外国でもなんか活躍できるみたいな感じで、私と皆さんとなんか同じ意見を持てる方々もたくさんいらっしゃいます。そっちの方が普通ですよ、韓国の中でも。だから高木に嫉妬するバカたちが多いねみたいな反応もめっちゃ多いんですよ、韓国の中でも。そしてこういうなんかアンチコメに対して、
なんか一番若いのになんか投票でも1位するし、海外のファンが多いから嫉妬するのみたいな、こういうコメントもありましたね。そして天才後期なんかソロ活動してそれを応援するからみたいな感じでですね。そして本当にこれは後期さんだけじゃなくて、本当にウギョンジュンさんにも、なんかウギョンジュンはなんか本当に顔以外はダンスも下手くそで本当に好きじゃないみたいな、こういうひどいコメントが多いんですよ。そしてなんかもうなんかピネーションはチャンジュニョックさん以外は全部なんかもう見る必要もないみたいな感じで、自分が好きな参加者以外はすぐなんかこう下げるみたいな、そういうコメントが多くて、このコミュニティって普通ではないんですよ。これが一般の意見だとは絶対言えません。なんか一部の人がなんかコメントいっぱいするんじゃないですか。だから自分が好きな参加者以外には全てなんか悪口するので、同じ人が何回もなんか書くはずじゃないですか。だから絶対一般だとは言えないですけど、こういう反応があるってことで正直驚きました。はい、そしてコウキさんを攻撃するコメントをする人たちはコウキさんだけじゃなくてサイさんをすごく攻撃する人が多いんですよ。コウキが悪いことじゃなくてコウキを選んだサイが悪いみたいな感じで、サイさんをすごく悪いことをなんか悪い風に言ってることを見て、え、私と思うのは全然なんか逆やん。なんかサイさん今回のオーディションですごくかっこいいと思いましたし、参加者に対しての愛が感じられて本当に個人的に感動しましたね。なんか本当になんか参加者たちが歌うときいつも一緒に歌いましたね。それがすごい理由がいつも思いますけど、なんかアレンジされた歌詞をこのサイさんが全部わかってるのは、それぐらいなんか本当にこの参加者たちに興味持って全てをなんか全ての自分の力を入れてるのが伝わるんですね。そこでそれでサイさんが悪口されるのを見て本当に驚きましたし、でもこれが本当に普通じゃない理由が、サイさんだけじゃなくても JY パクさんも悪口されますし、だから全ての参加者が悪口されてるんですよ、このコミュニティの中で。だから私が聞きたいのは、一体それで何が言いたいのってなるんですよね。こういう人たち見たら、この番組を見てるくせに悪口なんか文句ばっかり言うから、あなたたちはどうなったらなんか文句がないのって聞きたいですね。でもどんな形になっても文句するなんか人たちなんですよ、こういう人たちって。だから皆さんがそういうコメント見て傷つく必要もないですし、なんか人気がつくとアンチがつくのはもうしょうがないことですので、まあなんかスルーした方がいいですよね。うん、そしてでももちろんなんかコウキさんはまだ若いですし、だからこそこういうもしかしてこういうコメント見て傷つくんじゃないかな、皆さんも心配すると思いますけど、コウキさんも多分十分そういうどんな世界なのかちゃんと分かってると思いますし、なんか見ないでほしいですね、とりあえずそういうコメントは。うん、そしてなんかまだ若いのにそういうなんかまだコウキさんなんかもちろんプロですけど若いじゃないですか。その若いもう夢のために一生懸命に走ってるその素晴らしい子に悪口する人ってもう見なくてもわかるじゃないですか。そういう人にとって絶対自分の人生でコウキさんぐらい努力したこともない人こそすぐなんか悪口とかできますよ、そういう人こそ。なぜなら共感ができないので、そういう人生を生きてきたことがないので。だから私たちが理解してあげないと、そういうかわいそうな人たちにはですね。はい、とにかくこういうのがありましたってことで、いつもなんか私はちょっと韓国のリアルの情報を伝えないとダメじゃないですか。いつも いいことばかり言ったりとか、それも偏ったなんか情報じゃないですか。リアルな反応をお伝えするためにこういう動画も撮れましたけど、とにかく言いたいことは、このコミュニティとかこういう反応って韓国の中でも普通の反応ではないっていうことが言いたいですし、こういう人々はかわいそうなので私たちが理解してあげないと。そしてとにかく、コウキさんと、デビュー確定された全ての参加者をおめでとうって言いたいです。おめでとうございますと。そしてなんかやっぱりこのピネーションでダニエル・ジェガルさんの脱落に対してのいろいろな意見が あるんですよ、韓国の中でも。なんかピネーションのなんかそのチームのアイデンティティ自体がなんかダニエル・ジェガルさんだったのにみたいな感じですね。ダニエル・ジェガルさん あの推しだった人たちはなんかダニエル・ジェガルさんを脱落させるのはちょっとさすがにないんじゃないみたいな反応もあるにあったんですよ。
私も個人的に谷川ジュアさんのラップすごく好きでしたし、なんか今まであのピネーションがやってきた音楽で谷川ジュアさんの役割って本当に重要だと思いましたね。だから個人的に残念ですよ。私脱落したものの中で残念な人がもちろん全部なんか残念ですけど、イエダムさんと谷川ジュアさんは本当に残念でしたね。個人的に私好きでしたので、はい。とにかくこういう感じでいろいろな反応があるんですよね、やっぱりオーディション番組で。でもまあまあ、でもとにかくこれからなんか応援したいですし、もっと世界的に活躍してほしいですよ。そういうアンチたちは成功したらすぐ自分の意見が変わる人たちですので、また成功したら、この成功した人、このチームが成功したらですね、また新人が出てきたら、お前らはこうなれないよみたいな感じで攻撃の対象がこう変わりますよ。この新人いつものパターンですよ。この人たちはいつも攻撃する対象が必要だけですよね。だから成功すればそれでいいですので、私たちは、うん、このなんかラウドのチームが成功するために一生懸命応援しますので、そして今週のライブでも私がいろいろなんかコメントとか皆さんに翻訳するためにライブすると思いますので、ぜひ時間ある方々は土曜日のライブに来てくださいね。はい、ってことで。